みすずさん優勝って言っちゃダメですよ。あれですよ、あれ、ジンクスがねありますから。私も関西人なのでそこは厳しめに、あれでお願いします。さあもう会場盛り上がっているんですが、私は阪神タイガースのキャンプ地宜野座村に来ています。先ほど午後6時にプレーボールしたんですけれども、もう多くの方が集まっていまして、会場はすでに熱気で盛り上がっています。18年ぶりにあれが見られるということで、まあ、今月に入って負けなしの今10連勝中なので、皆さんの期待もかなり高まっています。そしてこちらの会場にはですね、もう20人ほどの方が集まってます。皆さん盛り上がってますか？阪神甲子園球場の、ね、次に盛り上がってと言っても過言ではないかと思います。そしてこちらにはですね、宜野座村長の村長にもお伺いしているということでお話をお伺いします。まずここまで試合見ていかがですか？まあプレッシャーの中よく頑張ってると思います、これからですね勝利に向かって頑張ってくると思います。エール送りたいと思います。イエーイ。そしてですね、今日注目する選手はどなたですか？やっぱりあのピッチャーが試合作らないといけないんで、ピッチャーで言えば才木で、バッターで言えばあのちょっと今調子悪いんだけれども、あのやっぱりこれまで引っ張ってくれた大山、4番大山、これ期待してます。イエーイ。大山さん、そしてね、18年ぶりね、選手に向けて皆さんでエールをお願いします。阪神タイガース、プレー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 。会場はかなり盛り上がっていますよ。こちらは、ね、阪神のキャンプ地でもあります、ここ宜野座村からエールを皆さん送っています。阪神頑張れ。どうですか、ここまで試合見て。いや、まあ、今0-0なんで、どうにか最後はですね勝利であれをつかみたいですね。18年ぶりのあれが今日見られるのか、宜